今回はですね、今このスギベース、先ほどボリュームポットをソニックさんのフルアップボリュームに取り替えたのですが、こちらにトーンコントロールを入れようと思います。で、そのトーンコントロールをですね、先日コンデンサーの比較の実験で動画作って、容量の差、例えば0.1マイクロファラドと0.022マイクロファラドのコンデンサーはカットの具合が全然違う。まあだから音がガッてこもるようなコンデンサーとあんまりこもらないコンデンサー、この2種類を切り替えられるようにしようと思います。ので、これプッシュプルなんです。引っ張ると上の回線になって、押すと下の回線になるっていう、このスイッチ付きのものなのですが、これにコンデンサーを2個取り付けて切り替えられるようにできたら、音作りの幅が広がるんじゃないかなと思ったんですよね。その歌のバックでベースはしっかり低音だけを残したい時は0.1マイクロファラドのコンデンサーにして、で、例えばソロ、丸くて芯のある音でも抜けのいい音のソロをしたい時は0.022マイクロファラドのコンデンサーに切り替える、そういう風な使い方ができるんじゃないかなと思ったんです。あんまり多分いないと思うんですよね、こうやってコンデンサーを2個取り付けるっていう人。まあ私もちょっと実験に近いので、この後ろのキャビネットにちゃんとこいつが収まるかどうか、ちょっとまあ怖くてうまくいくかどうかわからないところもあるのですが、せっかく今これボリュームポットはソニックさんのフルアップボリュームに取り替えてバリッてする音になってます。まあ、このバリッとする音をまあどこまで活かせるかちょっと楽しみですね。本当はそのトーンポットもフルアップのシリーズにしてくれっていうふうにソニックさんは勧めてるのですが、まあ、今回はこれにちょっと取り付けてどういうふうになるか楽しみにしてます。では早速取り付けてみようと思います。では早速このプッシュプルのポットに切り替えていこうと思います。こちらも500キロオームです。じゃあちょっと開けてみて、じゃあちょっとこれですね、ここにそのトーンのポットから、ボリューポットから来たやつがこう入って、で、本当だったらこの真ん中のところと、ここの横とかのところにコンデンサーがこうつながるのですが、ここにリード線を1個こう伸ばして、真ん中です。これ、スイッチ引くと、この上の4つが使われて、スイッチを押すと下の4つが使われるってやつですね。ので、ここにコンデ、この上の、ここの部分にコンデンサーをつけて、横に押すと、引っ張ったときは上のコンデンサー。で、押したときは、ここの下のところにコンデンサーつければ、下のコンデンサーっていうふうに切り替えることができるんです。というわけで、ちょっと今からこいつを配線していこうと思います。ですね、今いろいろこのスペースの問題を確認したらですね、このちっちゃいやつ、これが0.1マイクロファラドのやつですね。実験で使ったやつです。一番こもるやつ。で、これが0.022マイクロファラドのやつ。一番こもらないやつです。だからこいつとこいつを使います。でですね、こうやって見て、引っ張った時にこもらない方を選びたいので、上の段にこちらで、下の段にこちらです。では配線していこうと思います。できた。改造終わりました。こちらですね、こうきちって切り替わるようになってます。では、まず普通にトーンを全開で弾いてみようと思います。では、この今押してる状態でトーンを絞ってみようと思います。これだって0.1マイクロファラドのはずですね。私の好みよりは全然もっとこもる音になってます。では、これを引っ張って、
0.022 マイクロファラドの方にします。これは逆に世間で言うとこもらない方に入ります。あ、いいですね。パコーンってこうローミッドのあたりが残りますね。いいですね、これ両極端ですね、これ。すごい両極端ですね。もちろんこうトーンを絞らなければあんまりどちらにも差がないですね。やった。これで例えば歌のバッキングの時になんだ、深くこもる方を使ってみたいなやつができたら、逆にこのトーンがあまりこもらない方を使っていいですね。こういう使い分けができるようになりましたね。ちょっともう一回使い分けの方をやってみようと思います。4ビートの方ではすごいこもる音を使います。でソロになったら、こういう使い分けができるようになりました。狙った通りの改造ができます。まああんまりこういう改造をしている人は珍しいかもしれませんが、なんか興味があったらやってみるのもいいと思います。今度これを実践の現場で使ってみて、感想かなんかをやってみようかなと思います。それではこのプッシュプルポットのちょっと変わった使い方の紹介でしたが、無事できました。いろんな動画を見ていただけたら嬉しいです。コンデンサーの実験の動画もありますし、ソニックさんに行ってきたっていう動画もありますし、いろいろとご覧いただけたら嬉しいです。ではこれからもよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。